皆さんお久しぶりです。めちゃくちゃ久々のまひろです。今回の動画は初めてのフォト動画で、実写で猫カフェに行ってみました。猫ミーマー、猫にまみれるってやつですね。実は大きな試験があって、その影響で投稿頻度が落ちてしまいました。誠に陳謝です。そして今日はその試験が終わってようやく自由になったので、自分へのご褒美に猫カフェ行きます。今日は何も考えず、ひたすら猫ちゃんたちに癒されようかなって思います。ほんまに多いな。なんとお店の中回ってみると、毛づくろい中の猫ちゃんを発見しました。あんま邪魔したくないけど、関わりたいこの葛藤が。次の部屋進んでみて上見ると、髪スモッと見つけちゃいました。この髪れるのはマジでやばい、たまらん。殺しますよ。自分アメリカの留学で白黒の猫ちゃんをペットで飼っていて、その影響で白黒猫が一番好きだったんですよね。可愛すぎる。猫ちゃんの尻尾もいいんだよな。では素晴らしい提案をしよう。お前も一緒にチピチャパしないか。ヤギに電流走る。いやー、なんと20分ぐらい全く猫ちゃんに触れてなかったんですけど、常連のお客さんの補助もあって、なんと触ることができました。
この猫ちゃん、常連のお客さんによるとポンポンするのがめっちゃ好きなんだけど、位置調整のためにめっちゃ前に前進してポンポンするとすぐに遠くに行っちゃうらしいんですよね。なんて愛くるしいんだ。マジですか？ボーナスタイムですね。この尻尾をブンブン振ってるのはこれ大丈夫なんですか？あ、なるほど。お前はもう死んでいる。何？はい、今日行ってみた猫カフェはこんな感じでした。猫ちゃんめっちゃ可愛かったです。超癒されました。また実写動画全然出せてないんですけど、こういう感じで挑戦していきたいなと思うので、またこれからも投稿頑張ってきます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。